エヴァルト・ヘリング・ヘリング・サクシエァルト・ヘリングは、ドイツの生理学者、神経科学者、ザクセン王国で生まれ、ライプツヒ大学で学んだ。後に、プラハ大学の教授に就任した。ヘリングは色覚についての研究を行い1878年に反対色説を発表したことでで知られるほか、1861年には、ヘリング・サクシを、1868年には、 ヨゼフ・ブロイウェルと共に、ヘーリング・ブロイウェル反射を発表した。息子には、セェルマク・ヘーリング反射を発見したハインリッヒ・エバルト、ヘリング、おじに、医師のコンスタンティン・ヘリング、祖父に構成者のカール・ゴットリープ・ヘリング、門下には、5件がいる。ヤング・ヘルム・ホルツの三色説では、色は赤、緑、青の三要素の刺激の比率に応じて知覚されるとしていたが、ヘリングは三色説では、 赤と緑の混色だとする木は赤とも緑とも全く異なるとし、木は混色ではなく独立した色だと考えた。網膜には体となる赤から緑、木から青に反応する死物質、さらに明るさを示す白から黒に反応する死物質が存在すると仮定した。色はそれらの三体の網膜死物質の光化学反応によって知覚されるとしており、その 光化学反応は、同化と以下と呼ばれる。例えば、紫を示す光が、網膜に当たった時、赤から緑物質は、同化によって赤を生じ、木から青物質は、以下によって、青を生ずることで、紫が近くされる。なお明るさは中間であることから、白から黒物質は同化と以下が、同時に起きる。白色光の場合は、白から黒物質は、同化。 赤から緑物質、木から青物質は共に同化と異化が同時に起きる。この理論により順応、対比、補色残像などを説明することが可能である。これを反対色説、または4つの色を基本としていることから4色説、あるいはヘリングの色覚説と呼ぶ。また、この説における4つの有彩式を心理4原色と呼ぶ。この説は、 ヘリングの観察によって成立したもので発表当初は注目されていなかったが、その後外側質状態に反対色説を裏付ける細胞が見つかったことから、生物学的にも実証され、今日では色覚理論において重要な位置づけにある。ABC ヘリングの色覚説。コトバンク。2021年7月9日閲覧。ABCDEFG。 カラーコーディネート色彩科学チャップ1色の本質1から7色規格女教皇の聖断2021年7月9日閲覧 ABC 反対色説工事園無料検索2021年7月9日閲覧 AB 色の近く下方混色原本混色三色説反対色説段階説心理学 心理職ネットワーク。2021年7月9日閲覧。四角形とカラー認識マイナスに。目の常識、非常識。2021年7月9日閲覧。え、リングの心理音原色。建築用語 .net。2021年7月9日閲覧。色の情報処理。2021年7月9日閲覧。ありがとうございます。